部長とマネブーのええ加減トーク、スマイルファーム編行ってみよう。そうなんですね。今の現状、あ、今ね、まさに今注文してもらったらこの届き、そうそうそう、これが入るよ、届きますね。そうそうそう、まあ、全部映し切れてないでしょ、それでも多分ね、うん、で、あの他もめっちゃんこ取ったから、うん、で、あの、できるだけこれ何よって説明してもらってる声を入れとかないと後で分かんなくなるから。だってこれほら、じゃがいもだったら今。だってじゃがいも取っちゃったじゃん。北明かりとかさ。北明かりも取っちゃってるし。まだあるよ。あるの、うん、だからそれ取ってないでしょ、うん、だからじゃがいもだよって多分言われてるんだけど、うん、もう、何が何だか分からんくって。数も多いしな。多いし、うん、そう。インゲン、枝豆とかもあったっしょ。枝豆ね。ちょ、ビビるよ、枝豆博士。うん、でかいやろ。枝豆好きっしょ。好き。でっかくない？そうそう、ちょっと大きいさやなんだわ。この新しい種類で。俺ね、このさやができたら、枝豆のね、湯上がり美人っていう品種ですけどね。なんとか娘だって。確かにね、湯上がり娘作ってるから。そう？これ新しいやつなんだねとか言ってたけど、そういうのあのね、あ、枝豆って、まあそもそも枝豆やよ。わ、うん、かるんやけど、まず聞いたのね、お母さんで、でかいからやろ、うん、あのね、結局さ、その草の大きさとかってさ、うん、その土壌なわけよ。土壌ってあの魚の土壌じゃないよ。ね、うん、この土壌がいかにひ、うん、ね、うん、肥沃な土地なのか、うん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 、まあ、あるし、あと剪定だよね、うんうんうん、どれだけ実を残すのかとか、ね、あね、ここ何センチくらい、5、6センチ、もうちょっとあるな、6センチくらいあるかな、のがさ、こうパン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 ってなってたのね、うん、もうまだぺちゃんこなわけよ、うん、でもさ、もう一丁前にさ、こう鞘があって、うん、毛が生えとるわけよ、うん、で、これから中が大きくなってくんだよって言って言われて、うん、だからまだあの食べるにはまだ早いって感じだった、いっぱいあったよ、ああ、まだ見ぬものがね、まだあんまり見ぬものこれが出てくる、でもちょっと枝豆はちょっと入ってないわ、うん、まあこれからね、そうそう、これからこれぐらいね、あのもうこれもたくさんの野菜が今注文してくださった、うん、あのお客様のね、うん、ところに届きますよっていう、そう、届きますよ、ね、そう、だからつるむらさきとか、うん、あのモロヘイヤ、モロヘイヤ入ってるはずでしょ、うん、取ってないんだって、うん、どこにあるかわかんない、あ、いや、そうね、わかんない、はい、次で、まあ後半戦はですね、うん、ホワイトシーズ、これ何かわかる、白福神、これホワイトオクラでしょ、ええー、加減やなぁ。できるだけ部長がね、笑えるシーンはカットしてあるんですけど、何、うん、あ、綺麗なの、ニラはあれだよ。あっちね。ニラはあれ。すごい面白い、なんか野菜あれ、あれ何とか言って。花だよ、私が言ってるのに。花なわけないじゃんとか言ってるわけ。で、お母さん、これね、当たったから植えたの花だよって。はい、じゃあここ見て、ここ大事、ここ、あ、これはね、うん、ホワイティーなナスだね、ホワイティーなナスで、お花の色ちょっと見てほしいんだけど、あ、薄い紫だよな、そう、だからお花もね、ちょっと色薄いんだなと思って、うんうん、そうね、うん、もうね、いっぱい鈴の、あの、トウモロコシは1本、これ1本の木に1本、ホワイト、うん、1本の木に1本、これ多分お母さん確か説明してたと思うけど、今で今このさ、毛生えてる子は、うん、あのトウモロコシになっていくの、そう、大きくなっていく子、そうそうそう、それがもうあのトウモロコシになっていく、いいよ、いいよ、切るでいいよ、喋って、うん、1本にさ、ね、1本、そうそうそう、1本2本らしいよ、ほんとだからよく見るのがさ、もう1本にババババってなってるじゃん、1本に1本が、の中の皆さん聞きました、うん、1本に1本しか取れない、取らない、取らない、作らない、うちの白いトウモロコシ、うん、で他になったやつは早めに取ってヤングコーンなるらしいよ、であのね、うん、去年さ、私その本当にホワイトコーン体験、お前また言うな、体験してないから今年は食べたいって言ったら、うん、今年はいっぱいあるから大丈夫よって、あれお母さん時期さずらしてさ、うん、ちょっと時期ずらして100本200本植えとるやろ、あれ100本100本、うん、100本100本、うん、だから多分大丈夫よっつって、うん、あのね、うん、マジでうまいよ。だから何回も言いたくなるじゃん。食ってねえんだって。あのさ、生で食べられるトウモロコシって、うん、やっぱ朝採れしたやつだけなんだよね。わ、うんうん、かる、うんうん、
要は朝収穫したやつをそのまま発送して次翌日の午前中に届いた朝どれってあのねマジでうまいよ。食べるよ今年は。あのさ、うん、信じられないぐらいシャキシャキで、うん、甘いの、うん、あの糖度がさ測った、うん、ごめん忘れちゃったんだけど、うん、信じられないぐらい糖度高いんだよね。こうやって見るやつ。そう、うん、あのびっくりするぐらい糖度高くて食べるよ今年は。だからさ、うん、まあ、今回のさ、うん、この白野菜シリーズ、うん、白七福神、白福神ね、うんうん、白龍今年は、うん、白龍は、うん、贈答用とかにも、うん、いいと思うね。すごいおすすめ、うん、あのね金額はね今この瞬間相場が出ないから、うん、今ここでね金額出せなくて、うん、今スマイル農場の方とも、うん、どうしようっていうほど揉んでるんだけど、うん、びっくりするほど高くないと思う。うんうんうん、いや今回のさ、うん、ヤウルセットもさ、そんなにっていうぐらいじゃない、うん、ただねちょっとごめんだけどそのクール便だから、うん、その分がね加算されてしまうけれども、うんうん、お野菜自体はさこんだけ入ってっていう値段だと思うんだよね。いやいやさまあさ、うん、今さ、うん、野菜高いじゃん。たっけえじゃん、うん、なんかビビるよね、うん、だったらさ同じ値段でさ、うん、美味しいやつ食べたいもん。絶対そっちの方がね、うん、あのねそのね答えをやっぱやってるのが、うん、ほらこの間梅のイベントやったやん、うん、で、その時にさ、うん、ヤオヨロズ亭でさ、うん、今のヤオヨロズセットのお野菜を使って、うん、このお料理してさ、うん、まあ、みんな食べてたじゃんね、うん、めちゃんこうまかったじゃん。うま、ん、かった、ほんとにおいしかった。だからその食べた人たちがさ、うん、もうすぐ注文してくれたじゃんね、うん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 、こっちが頼まなくても、うん、そのイベントの日って買えなかったやんね、うん、イベントの翌日から買えるようになったじゃんね、うんうんうん、そしたらさ、自然とさこの間イベントで食べてくれた人たちがさ、うん、注文してくれたじゃんね、うん、これが答えだよね。答えだよね。うん、ほんと美味しかったの、うん、お料理もね、おかみ頑張ってくれたでさ、うん、そうそうそう、めっちゃ美味しかったし、めちゃくちゃ美味しかったから、うん、やっぱり今さ、うん、このお中元とかいうのも、うん、まあ大概決められたさ、うん、このものじゃん、うんうん、油だったりさ、うんうんうん、おせんべいだったりとかさ、うんうん、ビールとかね、ビールだったりとか、うん、当たり障りのないもの、うん、でもそういうのって正直さもうみんなさもうまたって感じじゃん、うんうん、そういう時にこのうちのねこの数に限定があるから200も300も出せないんだけどね、剥離をね中元とかにこの使ってもらったらいただいた人の感動は取れるよね。うん、だって贈答用にね、うん、ちゃんとパッケージングもして、うん、メッセージも添えてさ、うん、これ出すからさ、うん、あれもらったらマネ嬉しくない？嬉しい嬉しい、ね、じゃあさやっぱりさ会社やってるとさもらうじゃんお中元を。みんなに配っちゃうじゃん。そうそうそう、だからお盆休みになる前にみんなに配ってとかってするけど、うん、これもらったらさ配んないよね、うん、もう自分食べちゃうよ、うん、配んないでさやっぱ奥さんがさ、うん、喜ぶやん、うん、ねえ、ねえ、あ、こんなんすごいね、うん、じゃあこれ使って料理しようかって会話も生まれるしさ、うんうんうん、本当に目新しいもの、うん、でね、白い野菜もさ、うん、まあスーパーでも売ってるものもあるかもしれないし、うん、この道の駅とかでも見かけるものもあると思うんだけど、うんうん、そもそもさもうレベルが違うからさ、うん、俺の中で、ね、本当にね実感した。鮮度、うん、だから色が違う、違う、香りが違う、うんうん、あと触ったこの感触、感触、うんうん、ナスとかもねすごい、うん、ナスがよくすごくよく分かった。だから五感の耳以外、うんうん、まあ、全部使って、うん、分かるよね、うんうんうん、そうそうすごいすごかった。あ、こうそういうもんなんだって。そうだよ、だから、うん、あーふっふとか、あーふとかじゃなくて本物ね、うん、まあ、でもただうちは、うん、数がそんな出ないから、本当に先着になるし、うんうんうん、すぐなくなっちゃうし、うん、ね、せっかくね、もっとたくさん供給できたらいいんだけど、うん、たくさん供給できない、うんうん、そこがいいんやない？そこが俺はいいと思っていてそこがいいんやない、うん、だから本当にこういう話を聞いて、うん、あ、それだったら
食べてみたいなとか、うん、自分変わりたいなとかっていうきっかけ、うん、だから誰かに感動を与えない、うん、与えたいなっていう手伝いが、うん、できたらいいと思うからさ、うん、だから選ばれた人しか、うん、多分手に入らないよな。選ばれた人しか手に入らないっていうか、その前に選ばれた人しかこの話が耳に入らないと思う。そうなんです、うん、と思うよ、うんうん、ええ加減やな。皆さんのいいねとチャンネル登録が僕たちの励みになります。応援してください。よろしくお願いします。